ロッドハロハロヒヒロー,ヒローはいどうもこんばんはユーチューバーヒロッキでーす俺の体全体が見られるぜあんぱっとポンタイム

はい、ダブルスーパーチャーッチうーんおいしく誕生管理うーん、はい、今回はこれですね <laughs>、えー、サントリーデカビタンシーダブルスーパーチャーッチダブルスーパーチャーッチ、ロイヤルゼリーエッグサードビタミン ロイヤルゼリーエーキスプロスビタミンあ、ビタミン、ベタオンシー、バトテンサイ、ダブルスープチェーッチすごいですね。ええー、これは、ええー、ウォンツに行ってえ買ってまいりました。えウォンツにね、あのー まあ、ところで見つけて買ってきたんですけどえ普通のねデカビタン C よりなんかダブルスーパーチャージっていう感がしたのであのう、ー、ん何て言うのあ僕もねこれまあ何回も飲んだことあるんですけどめちゃくちゃ酸っぱいっていうか酸っぱいんですよね酸っぱいうんめちゃくちゃ酸っぱいあのー、デカビタン C ダブルスーパーチャージタイトルが かっけえ。ボリかっけーじゃねえかよーうーん。ふん。そうですね。じゃあ一口飲んでみっかーいうわ、ん、うわ、匂い,いがきっつー匂いがきっつー匂いがきっつー えー、飲んでみたんですけど <laughs> バリ <laughs> えっとね飲んでみたんですけどやっぱりあのー、ビタミンが入ってね、えー、結構あのー、あのー、寝癖せすっきりとかいいんじゃないかっていう飲み物ですね結構美味しかったですね、あのー、最初飲んでみた時に酸っぱいんですよ ジュースパ酸っぱいですね。やっぱりまあ普通のデカピタン C とスーパーチャージをダブルコラボさせた感じですね。普通のデカピタンと普通のスーパーチャージを合体させ。アイムデカピタン、アイムスーパーチャージ。アイムデカピタンスーパーチャージ <laughs>。それに広くも合体 ビタミンロイヤルゼリーエル・ゼルエックスビタミンすごいですねやっぱ僕もねこれ飲んでみたんですけどすごいあの刺激が強すぎるあの刺激はね強いんですよだから普通のスーパーチャージより刺激が強いやっぱり強いですね強いかなー と思いますこれうまいじゃないかい結構いけるね炭酸飲料はっきりここに書いてあるよ炭酸飲料ってか別に書かなくてもいいのにここに書いてある炭酸飲料ってこれ炭酸飲料わ、分かっとるから炭酸飲料別に書かなくてもいいんじゃね的な 結構うまかったですねやっぱりねあのに,においとかねそういうき,きついですよねあのにおいとか弱い方はねちょっとひかておいた方がいいんじゃないかと思いますやっぱりねちょっと刺激が強いから今回、えー、デカビタシーダブルスーパーチャージをレビューしましょう Hasta mi cobarde. Oh,